今回ご紹介するのはオメガの自動巻き時計シーマスターです。本品は1960年代に製造されたアンティークコレクション。スワンネック環球針、微調整機構を採用した CAL562 を搭載した人気の実用機です。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、バーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、3時1にデート表示が配された、視認性に優れたオーソドックスな風防デザインです。SS ケースはラウンド型、裏蓋は海馬シーホース刻印のスクリューバックです。バンドはオメガ製7連ジュビリーブレスレットを装着しています。飾りすぎない大人の雰囲気を醸し出したスタイリッシュな王道モデル、ビジネスシーンにはもちろん普段使いにもおすすめの一品です。ダイヤル、文字盤、軽い経年変化が認められます。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスは軽く経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、中央にオメガマークが確認できます。すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ブレス、バックルにオメガマークが確認できます。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで出巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振りローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。ルーズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。デイトは、針を回して調整します。クイックチェンジ可能です。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で30秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 43mm、厚さ約 10mm、 風防含む腕回り最大 18.5cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。
時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。